はい、皆さんこんにちは、バイエルおじさんです。バリアフリーバイエル23番ですね、はい、海辺の風と名付けた曲ですけども、はい、4分の4拍子でモデラート波長調のままですね。はい、いつものように真ん中のドレミファーソ左手で、ね、オクターブ上が、ね、右手となります。はい、こういう曲です。はい、このような曲です。はい、これ左手からいきましょうかね。左手ドレミと上がって4つずつ伸ばしながらね。で、あとはソファミレ、それが1つの部分です。はい、こうやってみます。3、4、2、これ4つ伸ばして、次お隣さんのレ、2、またお隣に上がっていきます。そしたらソファミレと降りてきます。で、その次の部分、2番目はドレミね、ソファミソミドっていうのがあります。もう一回言っときますね。ソファミソミドね。はい、じゃあやってみましょう。ド、ニ、サン、シ、レ、ね、今度はミは2拍です。うん、ミ、ソファミソミド、ね、これが2番目の部分ですね。2番目の分もう一回やっとこうね。3、4、2、3、はい、レです。2、はい、ミ、はい、ソファミソミド、はい、3番目の部分、はい、レミと上がっていって、ソを2回やってソファミレです。いきます。3、4、2、3、はい、次はミ、ソを2回やります。で、ソファミレと降りてきます。で、このソを2回やるところにメゾスタッカートという、指示があります。スタッカートとスラーが両方書いているんですね。半分ずつやればいいということになります。半分ずつやればいいということになります。スタッカートの気持ち半分、レガートの気持ち半分と思えばいいんだよね。ね、それがこのソーソーになります。もう一回やってみましょう。3番目の部分で、レからいきます。はい、2、3、はい、ミです。ミ、はい、メゾスタッカート、ね、これが3番目の部分で、4番目の部分はソファミソミドってさっきやりましたけど、2番目でね、それがね、ソファミソドっていかにも曲が終わりみたいな感じのなるのが、4番目の部分ですね。いきます。3、4、2、3、はい、レです。2、はい、ミは2拍、ソファミソド、こうなりますね。はい、やってみましょう、ね。はい、じゃあ右手です。ミドレミファレミファソドレミレっていうのが一つの部分ね。ミドレミミーっていうの音があって、一つ飛ばしてドまで下がります。そしたら上に上がればいいんですね。レミ、そうするとあら不思議、一番最初に弾いた音に変えるね。そしたらまたファーから一つ
飛ばして降りてくる。レに。で、ミーファ。ね。で、次はソーで、いきなりガクンと落ちるわけですから、今度は、弾いた音には戻りません。レーミーレー。ね。ミドレミファレミファソドレミレーです。やってみましょう。三、四、ミドレミファレミファソドレミレ。こうなります。で、次もミドレミファレミファっていうのは同じ。で、ソードと降りるところも同じです。今度はミレドね、最後の3つを変えてるだけね。ソードレミって上がってからレに行くと曲の途中という感じね。そう、今の部分はソードミレドと弾くことでなんとなく次の部分へ進むような、なんていうの、なんか場面が変わるようなそんな感じね。はい、次ファレミファ。つまりさっきの、2小節目3小節目をやってるような感じでね。ファレミファソドレミでファレミドレという音型になってますね。もう一回早口で言っちゃうね。ファレミファソドレミファレミドレね。そしたらミドレミファレミファソドミレド、これは2番目のものと全く同じです。はい、じゃあ最後にもう一回弾いて終わります。3、4。メゾスタッカートですよ。2番目と同じ。3番目です。はい、ありがとうございます。だいぶややこしくなってきたんじゃないでしょうかね。はい、私がついてます。大丈夫です。24も25も、このようにやっていきましょう。ね、一回覚えてしまえば多分忘れないと思いますね。はい、じゃあ24番でお会いしましょう。